田村厚生労働大臣は今日、アメリカのノババックスが開発している新型コロナウイルスワクチンについて、来年初頭から1億5000万回分の供給を受ける契約を結んだことを発表しました。このワクチンは3回目の接種に使われることも視野に開発が進められていて、変異株への対応も想定しています。